梅干しや漬物の色付け、風味付けに使うシソの準備をしていきます。買ってきた赤じそです。汚れやゴミがないか確認していきます。傷んでいる葉っぱがあるので取り除きながら茎からむしっていきます。洗う前にシソの重さを測って、その重さの 20% 分の塩を用意します。塩は天然塩などミネラル分が多いものを使うと味が良くなります。むしった葉っぱは水で洗って汚れを落とします。洗ったシソは表面を乾燥させてから塩もみした方が良いですが、手間がかかるので固く絞った状態で塩もみを始めます。準備した塩の3分の1をまぶして揉み始めます。シソのアクや色素で手が染まってしまいます。衛生的にも手袋をした方が良いでしょう。シソのアクが含まれる黒っぽい液が出てきます。せっかくですが、この黒っぽい液は捨てます。また塩を最初の3分の1入れて揉み込んでいきます。だんだん鮮やかな紫色の液が出てくるようになります。まだこの液にはアクが含まれているので捨てます。最初に準備した塩の3分の1をまぶしてまた揉み込みます。全体がしんなりして揉み込みが完了しました。ここで梅漬けの梅酢があると良いですが、ないのでお酢を使って酸味をつけていきます。最初のシソの重さの3分の1から2分の1くらいのお酢を入れます。シソから出た液が綺麗な透明感のある赤色に染まります。入れたお酢とシソをなじませてもみシソの完成です。あとは梅などの準備ができるまで保存していきます。保存袋や瓶に入れて密封しておきます。このシソを使って梅漬けをはじめ漬物などに使っていこうと考えています。ただ塩分量が多いので一度にたくさん食べないように気をつけていきます。